俺の知るメラドは。大丈夫、ガイアス。あ、何の問題もない。行けた。メロドという人間がタイムファクターじゃないの？まさかメロドもこいつに。ということはこいつがタイムファクターね。油断するな。なんてことかしら。うわっ！
なんか変になった。すみません。変な連戦だったわね。ああ部のことが気になってるの？そうだな。またどこかの分子世界で会えるんじゃない？だがおかげで理解できたことがある。ルドガー、ターネットを探したい。手伝ってくれないか？トリグラフへ戻りましょう。あの、ルドが渡したいものがあるんです。その、これ。ありがとうの気持ちです。協
それ以外の気持ちも入ってるけど。あ、ティッパ、ダメですよ。そんなことないですからね。乙女心は複雑だよね。ターネットを探すぞ。町のどこかにいるはずだ。てめえ、なんだよ。クラックが心配していた。俺を殴るくらいな。クラックが？あいつと俺は関係ない。俺にもかつて、仲間と呼べる者たちがいた。皆俺のために道を開こうと命を懸けた者たちだが、今はもう俺のそばにはいない。そんなダチがいるかよ。ダチじゃねえよ、そんなの。そうだな。友である以前に部下だった。あいつらにもそれぞれに望んだ未来や幸せもあったはずだ。だが俺たちの関係は互いの幸せを叶えるものではなかった。そして俺は今その犠牲の上に立っている。よく平気でいられるよな。平静さを失ったこともあった。それゆえクラックが俺を殴った時、言葉が見つからなかった。はっ、結局あんたは後悔してんじゃねえか。いや、夢を見てしまったんだ。ただの友であったなら俺たちはどういう関係でいられたのかとな。だからなんだってんだよ。さっぱり言いたいことがわかんねえよ。俺はお前が羨ましいのだろう。違う思いを持ちながら友でいてくれる者たちに囲まれたお前が。ターネット、アースト、さっきは。俺が伝えたかったのはそれだけだ。俺はこの場から消える。お前はどうする？お前が見てちゃできるもんもできねえよ。そうか。姿勢に紛れエレンピオスを視察するなどもってのほかという声もあったが、やはり来て正解だった。特にルドがお前の協力を得られたことは大きい。これはささやかな礼だ。受け取るといい。Thank you.